眉村千ラは、日本の女性アイドル、シンガーソングライター、実業家、弾き語りトラックメーカーアイドルを自称する、株式会社会社じゃない問題票取締役社長。東京都出身、愛称は、ちちゃん。別名に、アライグマゴシゴシ愛称は、アラゴシちゃん。年齢非公表。父親が、沖縄県出身のため。 小さい頃から沖縄の音楽を歌い踊ることが好きで、韓国アーティスト東方新規に憧れたことをきっかけに、中学2年生で歌手になる夢を持つ。看護学校の願書を出そうとしたが、ある日、突然ボアみたいになりたいと思い、高校を卒業後、音楽の専門学校に入学した。通っていたボイトレの先生には数を踏めるからと勧められて、3人。 組アイドルグループスターブライトレックスに千秋として加入。2015年5月10日に秋葉アリーナにて初ライブを行い、グループではリーダーを務める。2016年4月、メンバーの一人が脱退し2人ユニットとなり、同年7月に活動休止することが発表された。2016年2月11日より、ソロでは、真夢村千秋名義で活動、自身で作詞、作曲、 編曲をした楽曲にてライブを始める。グループの活動休止を機に、ソロのシンガーソングライターアイドルとしての活動を本格的に開始。当初は自ら作ったトラックで歌っていたが、1ヶ月後からはギターを持って弾き語りも始める。2017年2月、松浦武志製作の映画、夢の落とし役を決定するオーディションに参加、約60名の応募の中から主人公。 三上葵役として出演が決定する。同年8月20日に行われたフェスボルタ、宮松坂上出演で手応えをつかみ、11月2日にタワーレコード渋谷店で行われている南波和美のアイドル36フサに出演。12月10日には公演時パンディットで吉田剛しとトークライブを行い、南波吉田を介してメディアに取り上げられる機会が増えた。 2017年12月22日、カラス山区民会館にて行われた、眉村千明緊急記者会見にて、株式会社会社じゃないものの登記、設立を行ったことを発表。同日より、ライブ会場の物販にて、株券の販売も開始する。2018年2月23日には、セッシオン杉並にて株主を対象に、第1回臨時株主総会を開催。 本物の株式をファンに売却するアイドルとして2018年3月28日付の日経 MJ にも取り上げられた。2018年3月14日、下北沢モナレコードで行われたモナレコーズラベルオーディション2018でグランプリを受賞。全国流通作品のリリースが決定した。5月25日、これまでにリリースされたゼルマニウム、ノリシル、 二十歳の女、オブアメリカの3枚のアルバムから選ばれた楽曲を再レコーディングしたものに、初音源化楽曲、ナックルセンスを加えた11曲を収録した初の、流通版、目尻から水滴3個、戻るを、タワーレコード限定でリリース。2018年6月10日放送の、ゴッドタン、このアイドル知ってんのか。2018で、いろんな意味でやばいアイドル部門第1位にランクイン。 やは県からのお題、ゲロから即興ソングを披露、注目を集める。この番組を見た、トイズファクトリーのスタッフから、マユムラの元にオファーが届いた。2018年8月4日、新宿ロフトで、マユムラ千秋セカンドワンマンライブ、ソールドアウト関係者席ありませんを行い、トイズファクトリーと仮契約したこと、2019年6月4日に、新規バスタジオコーストにて、 ワンマンライブを行うことを明かした。2018年11月15日、同年3月末より9月まで月1回ゲストライブで出演していた金曜ブラボー。で最終回となる9月21日にサプライズでラジオのスタッフに向けて作ったブラボーがトイズファクトリーより各配信サイトにて配信開始。2018年11月17日、 ミス ID2019 に選出された。選考委員でゴッドタンプロデューサーの佐久間信之は、この賞をもらわなくても自分でブレイクするだろうから別にいいかなとも思ったんですが、2018年に僕らも目撃しましたよという証拠みたいな意味での受賞、とコメントしている。2018年12月2日、震災橋サンホールで、真夢羅千秋初めての大阪ワンマン、大阪スプリンクラー。 を行い、真由村千ち率いる、赤ちゃんバンド、真由村千ちベイビーズを初披露。2018年12月27日、ナンバカズミのアイドル36ふさとしれ。R グランプリ2018において、真由かを幻想、シャーロットが2018年 R グランプリを受賞した。2019年1月9日、これまでのほぼすべての楽曲を網羅した初の、全国流通版。 ぎっしり歯茎をリリースした。2019年4月から NHKE テレビットワールドの歌のコーナーマーメイドちゃんは海の底にレギュラーとして出演。2019年5月7日メジャーファーストアルバムメジャメジャもんじゃをトイズファクトリーよりリリース。2019年6月4日新木場スタジオコーストにてマユムラチキサードワンマンライブ東京湾へダイビング。開催。 2020年1月5日、初のラジオレギュラー、文化放送、真夢ら千秋のおギャな時間開始。2020年1月8日、セカンドアルバム、劇団おギャリズム発売。2020年3月21日、冠無理、番組、真夢ら千秋のアーティストと遊ぼうがスタート。真夢らが、新進気鋭のアーティストを招いて、遊び尽くす、ドキュメントバラエティ。 2020年12月9日、サードニューアルバム、日本元気、女歌手発売。2020年12月14日、眉村千秋日本武道館ライブ、日本元気女歌手夢だけど夢じゃなかった開催。配信限定未流通シングル未流通月替わり、CD-R2016 年6月から、毎月 CD-R をリリース。各月内限定で、ライブ会場にて購入可能。 2017年11月はアルバムノリジル。2018年1月はアルバムゼルマニウム発売のため付き代わり CD は販売なし。ミリュー2アルバムアルバム2016年2017年2018年2019年2020年2021年ドラマ館。番組レギュラー順。レギュラーゲスト出演館。番組、番組パーソナリティレギュラーゲスト出演。ありがとうございます。